先月23日、この柵より先は中国電力の敷地です。山の斜面を這うようにレールが引かれています。このレールの行き着く先で使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設に向けた調査が行われています。1年前はなかったレール。去年8月2日紙の席は揺れました。過去のゴミはいりませんから、何の話したいのかな。中間貯蔵施設のニーズを有しております関西電力株式会社との共同開発を前提に、なんとかつなげれるのかなっていう期待を。本当にこの町に、必要なものなのか。紙の席に中間貯蔵施設建設計画が浮上して1年、変わったこと、変わらなかったこと、今の紙の席は。中国電力が使用済み核燃料中間貯蔵施設の立地可能性調査を紙の席長に申し入れて今日で1年です。取材を続けてきた本社報道部の小井戸記者です。お願いします。まずそもそもなんですけれども、中間貯蔵施設というのはどんな施設なのか、おさらいしておきたいと思います。はい。中間貯蔵施設は原子力発電に伴い排出される使用済み核燃料を一時的に保管する施設です。使用済み核燃料はもともと青森県の6ヶ所村で建設が進められている再処理工場に送られ、新たな燃料になるはずでしたが、再処理工場はまだ稼働しておらず、現在ほとんどの原発で冷却プールに保管されている状況です。全国的に見ると保管可能な容量の8割以上がすでに埋まっています。原発の敷地内に溜まり続けている状況なんですね。はい。そうならないために一時的な仮置きの施設がこの中間貯蔵施設なんです。使用済み核燃料の中間貯蔵施設は現在青森県むつ市に国内で唯一建設されています。まだ貯蔵は始まっていませんが、先月末青森県知事が燃料の受け入れを表明、来月までに国内で初めて原発敷地外での使用済み核燃料の貯蔵が始まる見通しとなっています。仮に建設されれば紙の席は2例目ということになりますが。はい。そしてこちらが中間貯蔵施設をめぐる紙の席町のこの1年の動きなのですが、はい、1年前の去年の今日8月2日に中国電力が紙の席町に立地可能性調査を申し入れました。はい。そして調査受け入れの是非を図る臨時町議会が18日に開かれ、西哲夫町長が受け入れを表明しました。そして伐採など現地調査に向けた準備が進められ、今年4月にボーリング調査が始まりました。うん。推進、反対、それぞれの立場の若手議員はこの1年をどのように見つめてきたのか取材しました。その日は突然でした。紙の席長よりご了承いただければ速やかに調査に向けた準備に取り掛かりたい。1年前の8月2日、新たな原子力関連施設の建設計画に、長年原発の反対運動を続けてきた岩井島など計画に反対する町民は激しく抵抗しました。はい、使用済み核燃料はここではお断りです。一方で計画を推進する人たちは新たな財源に期待を寄せます。期待感というよりも、なんとかつなげれるのかなっていう期待を持ちました。中間貯蔵施設に期待を抱く一人、柏田真一議員です。原発推進派団体上関町商工事業協同組合の代表理事も務めています。今住んでいる町民にサービスを提供することができなくなってはいけないという、そこのサービスが続けられるのかなっていうような期待というか。原発計画が動かない中、原発に頼らない街づくりを模索していた時に浮上した計画。
反対派の清水康弘議員は、なぜまた原子力なのかと感じたといいます。お互いの立場それぞれありながらも、まあ、新しい形を模索している。でそこも、まあ、他に何があるのかっていうのを十分に議論がされてないまま、またこの原子力施設、原子力関連の施設をこの町にっていう、それを地域振興策でっていう、なぜそういう発想になるのかっていうところが本当に理解ができないですね。申し入れから16日後、はい、大変です、離れてください、離れてください、調査受け入れの是非を議論する臨時の町議会では、7人の議員が受け入れ賛成、3人が反対の意思を表明しました。どう答えるかという、中国電力からの申し入れを受けることをご報告をいたします。中間貯蔵施設建設計画が浮上したわけ、そこには歯止めが効かない過疎高齢化があります。およそ40年前、人口減少の止まらない上関町は原発誘致を表明。経済効果に期待を膨らませる町民がいる一方で、建設予定地の向かいの島、岩井島の人たちは激しく抵抗しました。原発計画浮上後、これまでに町にはおよそ78億円もの交付金が入っています。その上関の時を止めたのは、2011年3月福島第一原発事故です。原発計画はストップ、建設の見通しが立たない中、西哲夫町長は去年2月、中国電力に地域振興策を要請しました。その答えが中間貯蔵施設でした。受け入れ表明を受け、中国電力はすぐに文献調査に着手。これで上関町には年間で最大1億4000万円の交付金が入ることになりました。そんなこれが起爆剤でっていうような話にもならないですし、恒久的な繁栄につなげるっていうような話も出てきてないと思うんですけど、そういうものではないとは思ってます。で原子力っていうものはやはりその経済効果も中間貯蔵よりもぐんと大きいものですし、周辺に対する経済効果も、中間貯蔵よりか原子力の方がもちろん大きいと思います。まずは現状維持していくために必要なものじゃないかと。この上関町が、まあ、財源不足、財政なんていう問題はもちろんそこはあるとは思うんですけれども、まあ、だから原子力施設なんだと、だから原子力施設を受け入れないといけないっていう、そこがイコールになってはいけないと思うので。計画浮上から1年、レールの行く先では今もボーリング調査が静かに進められています。中国電力によりますと、現在11本すべてのボーリング調査を開始していて、先月地表地質調査にも着手。これで予定しているすべての立地可能性調査が始まりました。今後調査が終われば結果を分析し町に説明する予定です。この推進反対、それぞれの思い出の中の1年だったようですね。はい、上関の現状といいますと、こちら人口は1960年には1万2000人を超えていましたが、昨日現在の人口は2203人で、2020年の国勢調査では高齢化率が中国地方の自治体でトップとなっています。推進反対それぞれの立場はありますが、町をどうにかしなければいけないという思いは共通していると伺えます。このほかですね、小井戸さんが取材をする中でこの1年間特に何か感じたことはありますか？はい、私が取材する中で感じたのはこの2点になります。はい、まず周辺自治体の懸念、その周辺自治体の反発というとどういったところでしょう？はい、こちらをご覧ください。
計画に対しては調査受け入れ後、周辺自治体の市長、町長から懸念の声が相次いで上がりました。また周防大島や田臥では町民有志らが反対署名を集めるなど活発な動きも見られています。周辺自治体の反応は、どういう理由からなんでしょうか。はい、そもそも原子力関連施設は大きく賛否が分かれるもので、それがあまりにも突然浮上したということが一つ、また現時点でメリットがほとんどと言っていいほどないことにあると思います。メリットがないと言いますとどういうことなんでしょう。はい、こちら上関町には調査受け入れで1億4000万円、また知事が同意すれば2年間でそれぞれ9億8000万円、またその後も段階に応じた交付金であったり、さまざまな経済効果が想定できます。一方で周辺自治体に直接の交付金は現段階ではなく、また県が1億4000万円を受け取ることができるのですが、受け取ることができ、それを使った事業を実施することも考えられるのですが、村岡知事は現時点で交付金を受け取らないことを明言しています。ということは、現時点交付金は上関だけなんですね。はい、そうなんです。そして2つ目、関西電力の存在ですが、この計画はそもそも中国電力が関西電力と共同で調査検討を行うことを前提として進められています。直近ですけども、よそで出た使用済み核燃料が上関に持ち込まれることについて懸念を示す人もいますし、当の関西電力側の温度感もそれほど高くないように見えます。で、我々はその中で中国電力さんのご要請に応じてそこにご協力をさせていただくと、こういうスタンスでございます。関西電力は原発運転継続の条件として福井県知事から使用済み核燃料の県外搬出のめどを求められていましたが、すでに運転継続が決まったことで上関での貯蔵施設建設はどこまで本気なのか不透明となっています。これからも行方に注目が必要ですね。はい、今このスタジオでついている明かり、この番組を見るためにつけているテレビ、すべてが電気によって動いています。私たちの今の生活に欠かすことができないこの電気についての議論は今後も続いていくわけですが、上関だけの問題としてだけではなく、電気の消費者である全員が当事者意識を持って考えていく必要があると思います。報道部、小井戸記者でした。